Representing Japan, Masakazu Kageyama。さあ、日本の鍵山正和登場しました。テクニカルプログラムは第11位です。去年世界選手権では最高の8位まで上りました。このオリンピックでもこの後入賞ラインの8位に到達するためには歯切れよく持ち味の演技を生かしてほしいものです。助走のスピードに乗ってトリプルアクセル持ちこたえました。3回転半練習で失敗の多かったこのトリプルアクセル、トリプルルッツ大丈夫です。トリプルサルコー綺麗です。出場選手の中でもひときわ小柄な1メートル60センチ、名古屋市の出身、愛知工業大学の4年生、22歳。ちょっと引っかかったが大丈夫。トリプルループ。楽に飛びます。ダブルアクセル。今シーズン使っております曲はランボトリプルダブルコンビネーション決めました。トリプルルッツからダブルトーループ。いよいよ演技終盤、ここまで無難に来ています。トリプルトーループ成功しました。やりました。日本鍵山正和、ガッツポーズが出ました。
いい演技でした。ちょうど2年前アルベールビルオリンピックの時にも前半のオリジナルプログラムを終わって11位と今回と全く同じ位置でした。しかし前回はフリーの失敗で13位に落ちてしまいました。課題のトリプルアクセル、前で踏み切って3回半です。よくここで持ち直しました。さあテクニカルメリットです。 5.1 から最高は 5.4 です。これが技術点、満足の表情です。さあこの後アーティスティックインプレッションです。 5.1 が2人います。 5.0 もありますが、まずまずの評価でしょうか。日本鍵山ここまで17人を終わりまして現在第5位です。5.3 5.0 5.4 5.1 5.3 Thank you.